第十二 s s 装甲師団。第十二 s s 装甲師団、ヒトラーユーゲントとは、ナチスドイツの武装親衛隊に所属した師団の一つである。師団の通称からもわかるように、青少年団体、ヒトラーユーゲントから選抜された青年を中心に構成された師団であった。ドイツ人のみで編成された武装 SS 師団としては、最後のもので、下級兵士の大半が16歳以上の未成年で、 構成されていた。第二次世界大戦末期、ノルマンディ上陸作戦に伴うフランスでの戦闘、バルジの戦い、春の目覚め作戦などに参加した。新衛隊は自前の兵力である武装新衛隊師団の拡張を図っていたが、対戦も半ばとなると、もはや人材が不足しており、新たに編成される手団は外国籍のドイツ系住民や、 外国人義勇兵によるものバカとなっていた。1939年、すでに、ヒムラー・エース S 長官と、当時のユーゲント総裁であったシーイラハとの間には、ユーゲント出身者を、優先的に武装 SS に配備する取り決めができていた。そして1943年2月、当時の総裁である、アクスマンは、SS 作戦指導本部の幹部と、ユーゲントから引き抜いた若者を中心にした。 武装 SS 志願の創設について話し合った。これは可能性を検討したものであり、決定事項ではなかったのだが、SS 本部長ベルガーは、通常の手続きを無視した形で、この案を実行に移してしまった。もっともこれに対して反発する意見は少なく、むしろ歓迎する声が大きく、以前より交流の多かった第一、SS 総合志願から、 師団長以下の指揮官が抽出されることとなった。それでも、将校の数が足りず、国防軍からも50人ほどの出向者を迎え、下士官は優秀な兵士を選抜し昇進させている。国防軍からの出向者は、陸軍の制服を着用し続けたが、実際は、完全に師団の一部とて行動した。1943年6月1日、第 12SS 装甲師団。 ヒトラーユーゲントが編成された。まず選抜された18歳の青年1万人に対し、課長足行進訓練などは省いた実戦向けの訓練が行われた。7月には早くも国防軍 D 軍集団配下となったが実戦には投入されず、ベルギーやフランスにおいて訓練が続けられた。なお、未成年の兵士が大半を占めるため、 タバコの代わりに戦時には貴重品であるチョコレートやキャンディーなどが支給されている。同志団の編成情報を入手した連合国軍は、哺乳瓶を師団マークにした宣伝ビラを巻くなど、完全な二戦級部隊と決めつけていたが、やがてそれが大きな間違いであることを身をもって知らされる、異なる。実践的な訓練を受けた若き兵士たちは、経験豊富な証拠を可視化に引き入られ、 ウイジンにおいて、連合軍側の事前の低い評価を覆す、優先ぶりを見せつけた。当初、フリッツビット、師団長のもとルマンディ上陸作戦を迎え撃つが、6月14日に、彼が艦砲射撃により戦死したため、SS 巡将に昇格したクルトマイヤーが指揮を引き継いだ。ノルマンディ上陸作戦が開始された時、第 12SS 装甲師団と、 第21装甲師団は上陸地点の一番近くに配置されていた装甲師団だった。しかし、ヒトラーの了解がなかなか得られなかったため、上陸してきた連合軍に対して反撃を開始できたのは上陸から16時間も経ってからであった。この反撃は結果的に失敗に終わり、ノルマンディー地区のドイツ軍は防戦に転ずるが、そこで 第 12SS 装甲師団は進化を発揮することとなる。ノルマンディ地方では交通の要所であるため、最重要都市の一つであるカーン市の周辺に展開した第 12SS 装甲師団は、そこで超人的とも言える防戦を展開した。圧倒的な物量と火力で押し寄せる主力となるカナダ軍やイギリス軍、自由ポーランド軍の構成を何度も退りけ、 連合軍が上陸作戦の初期段階で占領するはずだったカーン氏を2ヶ月近く支守し続け、結局連合軍がカーン氏の北部を解放できたのは7月11日にチャーンウッド作戦が終了してからであり、その時点ではまだ運河の南がまだドイツ軍の支柱にあった。英軍バーナード・モントゴメリー将軍はカーン氏外からドイツ軍を相当するために今度は グッドウッド作戦を発動し、7月19日に作戦が終了する頃までには、カーン市外のほとんどを制圧するに成功していた。しかし、カーンの周辺地域には未だにドイツ軍が展開しており、それらの部隊が撤退し、カーンの戦いが完全に終結したのは実に8月に入ってからだとされている。ノルマンディ上陸作戦自体は成功したものの、 カーン制圧に手こずったため連合軍の予定表は大いに狂うこととなってしまった。第 12SS 装甲師団はカーン周辺から撤退した後リティヒ作戦に投入され、その結果生じたファレーズ包囲網では最後まで残って他の部隊を逃がすために戦ったため消耗し壊滅状態となった。そして予備兵力を加えた後の反撃でも損害を出し、 フランスイコール、ベルギー国境の近くで、クルトマイヤーも、捕虜となってしまう。フーベルトマイヤー SS 少将を新たな師団長に迎えた。人員は、定数の8割まで回復したものの戦車や、輸送車両は、不足しており、第6装甲軍からは、限定的な防御戦闘に適すると評価され、以前ほどの戦闘力は持たない状態にあった。 1944年12月のバルジの戦いでは、第 1SS 装甲師団と共に、第6装甲軍の主力として参加したエルゼンボルンオネに阻まれ、第 1SS 装甲師団との平身に失敗し、第 1SS 装甲師団主力は壊滅した。1945年3月には、春の目覚め作戦に投入されたが、再び壊滅した。 残存兵力はオーストリアに転身し、1945年5月8日、リンツ南東において米軍に降伏した。最終的な兵力は、わずか455名で、戦車などの重装備は失われていた。ちなみの6月から9月の3ヶ月の間で、第 12SS 装甲師団では、士官55名、歌士官229名、それに、 将兵1548名が戦死し、士官128名、下士官613名、それに、将兵3648名が負傷し、士官58名、下士官182名、それに、将兵2012名が行方不明になっている。合計すると、士官241名、下士官1024名、 それに将兵7244名の8569名であり、ノルマンディ上陸作戦以前の師団兵力が2540名だったことを考えると、約3ヶ月の戦闘で実に、師団の半分近くの兵力を失っていることがわかる。母体となったヒトラー,ユーゲンとのより年少の少年たちには、対戦末期に、 本土防空の高射砲部隊や国民突撃隊に配備された者も,もいたが、これらの戦いは第 12SS 走行師団と直接の関係はない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。